シタともりさです。です。のりまんです。こんばんは。こんばんは。っていう感じで、今すごい夜なんですけど、なんかテンションぶち上げって感じなので動画を撮ってまーす。じゃあなんだ、福袋。まあね、年明けといったら福袋というところがありますから、中盤なら後半なんですけど、そうですね、今回は九点さんにお世話になりました。二つ目でーす。二つ目の福袋を紹介します。二人で折半して買ったから取り合い。取り合いです。殴り合いです。じゃあまずは通信から。通信。一つ。やったー。ズーシーはこの4点が届きました。じゃあリップグラス、はい、あでもさ、めっちゃいいよ。普通に使えるやん。うん、出してみたら普通にいいよ。若干ラメ入ってる。でも絶対さ、ピンクラメ入ってるってない、これ見える。なんかさ、こういうのってさ、やばい色くるイメージやん。全然シンプルだから、全然いける。シンプルだから全然いける。一発目これいいよ。次がパテンラスティングファンデーション。ファンデーション、これも色による。なんかめっちゃ黒かったりとかしたら、何それ、超可愛いんやけど。あこれはちょっとあの黒塗りするときに使う。これ自体はめっちゃいいけど、あの手がこんな見て、すごい手がこんなことになりますね。まあこれが福袋、そういうものもありますかね。次、はい、次、ズーシーデザートコレクション。うわー、なるほど。ブルーか。ブルーですね。色がピンク、ブルー、ネイビー、ラメの。いつ使うんですか。があるから、これはもうズーシーと言ったらこれって言われるやん。せーの、おおめっちゃ可愛い。いいよいいよいいよ。せーの、おお超可愛い。超可愛い。気になる色だけさ、めっちゃあるわ。フナが、まずフナの気になる色これ。わかる。見せて見せて。うわーめっちゃ可愛い。マジ可愛いわ。これとかどういう色な。これどういう色やろな。トラさんみたいな。あ、トラはズーシーやから。なんかな、ズーシーのアイシャドウ、なんかな、ズーシーのアイシャドウ、粉めっちゃ柔らかい。え、密着する系ちゃう。うわ、めっちゃ可愛いわ。超可愛いこれ。これ大当たりやと思う。これは後で殴り合いの件をします。これは殴り合いします。え、ベストこれ。せやな。この福袋自体が4780円。これ全部足したら8000円ちょっとぐらいやったから、3000ちょっとお得。3400円。だったら、じゃあこれ単体で買えばよくないって思わん。まあな、まあそのウキウキワクワクあるけど、でもまあまあ無理やな。これがでっかい、これあるからいいやろって思ってるかも。ズーシーの福袋作ってる人も。じゃあ次、ロムアンド。ロムアンドが7点かな、商品で言うと。これも開けていきますか。うわー、待って、これ欲しかったやつ。うわー、はい、じゃあ紹介しますね。え、ちょ、言っていい。これこういう風な超買おうと思ってさ、知ってる、これめっちゃ有名やねん。今めっちゃバズってる。こういうのマジ買おうと思って、これもらな。あ、言えるわ。はい、嬉しい。次気になるの、でもやっぱリップじゃない、これ。え、めっちゃいいやん。え、めっちゃいい色ちゃう。めっちゃ可愛い。やばー、超可愛い。すごい。リップもう一本入ってて、すごい気になる。これマットリップ。あー、まあうちらはあんまり使わないけど、でも女の子好きそう。あ、ちっちゃいのがミラ。ミラ超可愛いね、これ。パックパック、そんなんあんのよ。どう？と、白っぽいんかな。なんか女子がつけてそうな。ああ、なんかえらい白っぽいな。もう女の子好きそう、こういう色。せーな、目玉。普通に買おう、この色。これはなんかちょっと専門的な美容系っぽいこと言っていい？はい。なんかイエベさんもブルベさんも使えそう。ああ、わかる。わかる。めっちゃいいと思う。ラメ超かわいい。うわ、めっちゃいいやん。めっちゃいい。めっちゃいい。ロム&の合計が6200円ぐらいだった。15,990円やから、うん、あ、でもでもでも、このマスクとミラーは多分、これはちょっとどこの何なんかわからんくて、これは多分売ってるものじゃないから、まあこの分は若干足されるのはあるけど、あかって言われたら、400円。あんまりかな。お得感はあんまりかなみたいなところではあります。で、辛口コメントをしますと。すいません。はいはいはい。本命です。最後ですよ。クリアして楽しみにしてた。大根よ。キンちゃんからもう本気度が伝わる。そう。クリアはあるよな。ファンデーション選べたい。そう、でも一番明るい色が売り切れちゃってて、2番になっちゃった。バーン。見てない、まだなんか。やばい。すごい。すごい。すごい。やばい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 。さすが。カサラ落としてる。え、まず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 、色分かってた、これから行こう。これ濃きって言っても明るいやろ、絶対クリオなんか。かな。濃くなったフナの手の上から。あ、分かる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 。いける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 。もっとベタベタなイメージあってんけど。明る明る。
めっちゃいいこれ。めっちゃめっちゃめっちゃいい。ほんでほんでほんで、これは結構できるやん。あはなんか、ピザこれなんかわけめ入ってんやろ。わけめ入ってんねん、こう。あ、じゃあわけこして。わけこしょ、わけこしょが、こんななんかえらいダイソーに入ってて、プライマ、プライマ、クリオンのプライマ初めて。結構水分量多いから、でも化粧水にめっちゃいいと思う。これめっちゃいいと思う。リスクルもらえた。これ超いいよ。ほんでまあリムーバーはちょっとわからんけど、リムーバーは良さそう。良さそう。なんかわからんけどクリオって絶対いけないし、グリッター、あーいい、あーいい、女の子の味方みたいな色してますわ。あああ、めっちゃ可愛いよ。シンプルが一番マジで。え、めっちゃ可愛い。めっちゃいいで、めっちゃいいわ。ふんで、なんか一時バズってたっていうか有名やったで。あんたの色合うんじゃない。あげるこれ。ありがとう。泣きやすいね。めっちゃ色出る。ペンシルってさ、硬くて色出やんイメージあるけど、うん、今買って、しかも痛くなさそう。ちょっと明るめの03番です。で、アイラインはブラウン。これ普通に色出る。うん、ブラウン絶対いい。ああ、いい色。でも若干にじみそう。あ、うん。あ、うん、カークまでちょっと待って。いやけど、色はめっちゃ可愛い。うん、これも有名よな。ああ、アイドルとかがよく塗ってさ。うん、ブルベーブルベーブルベー。色自体は超可愛い。超可愛い。うちらが似合うへんだけ。物もこれめっちゃいいねんで。オレンジキュッタベステってかね、目玉北本部、はい、で、あの色もみたいな。せーの。え、天才、超天才。うわ、これはガチやばい。うわ、おお、マジで天才すぎる。え、すごいね。これも気になる色だけ。じゃあリサちゃんとせーので多分当てれる気にする。せーの。これやばい。これやばい。すごい。あー、もう大好き。ちょっとねっとり系。あの、粉落ちせえへん。そう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 。粉飛びせえへんタイプ。ちょっとマット系もいこう。これかわいいな。いただきます。うわ、これマジで争いやねんけど、これは争い、半分に割る、半分に割る。しかもクリオのアイシャドウは絶対的信頼があるから、これは総額調べました。調べよう。これはやばいです。皆さん、お値段を今計算しましたところ、はい、クリオの総合計が13,360円、だいたいね、うん、これを私たちは5490円で購入いたしましたので、なんと7800円。お得。だってさ、やばいもん。だってさ、ファンデーション入っててさ、うん、これの時点でもうやばいのに、プライマーとかも入っちゃってて、しかも忘れてるやろ、これもついてる。だから待って、500円くらいの価値があるんだろうな。正味他のもマジでいいけど、いや、いいで、いいで、いいで、なんか王者って感じする。欲しい、こうや。はい、私たちは今からこれの争奪戦を行いたいと思います。マジで血が流れます。っていう感じで、私たちのこの動画でちょっと聞いてなかったよーってよかったは、来年の参考にしてみてください。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは最後1文字目、せーの、クリオしか勝たー。しまけ。